ということでですね、私が次回メンバーに宿題を出すんですけども、次回メンバーって決まってます？決まってます？いやどうするとか私知らない次回メンバー、ピーンチ、誰だ、まだ聞いてないの私。ピンチ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 、誰か私も聞いてないんです。そうなの、そうなんです。誰や、そう、明日金曜日なんですけどね、明日は誰だろう、誰だろう、いいよ、明日誰でしょうね。マネージャーさん、明日は誰だろう、決まってますか、教えてください。あ、明日はヨダちゃん、ヨダちゃんですヨダちゃんでした。一緒に宿題考えましょう、皆さんで。ヨダちゃんって書いちゃった、ゆい、なんかね、ヨダちゃんのことを下の名前で呼びたい、ゆきって呼びたいってずっと思ってるって言ってるのに、ヨダちゃんって言っちゃうちょっとがこれは個人的に私の目標だ。ヨダちゃんへゆき、そう、ゆきって呼びたいなってずっと入った時から思ってて、けどなんかみんながヨダちゃんヨダちゃんって言うから、なんかヨダちゃん、あ、でもゆき、ああって葛藤してそうですね、乃木中でも一緒だった。うん、本人喜ぶかな、喜んでくれるかな。でも確かに日村さんいるときにね、よそややこいですね今日から頑張って呼びます。じゃあ明日ゆきにも言っててください、なんぜかそうやって言ってましたって、恥ずかしいなんかありますかね、ヨダちゃん、ありますかね、なんかありますか、決まらないです。ね、じゃあ、はい、じゃあもうヨダちゃんに丸投げしましょうヨダちゃんに、夏の思い出教えて、なんてよりなんかすごい、なんだろうな、あと5分、あと5分、なんかすごい夏の思い出とか、なんか桃子との思い出みたいなとか、私とのとか、2期生とのとか、すごい何いっぱいあって悩んだんですよ。けどなんかコメントに、今桃子との話とかしたら寂しくなっちゃうかもしれないねってコメントがを流れてきて、なんか確かにそういう優しさもあるよなと思ってね、せっかくの曜日楽しい場所だから、全然明るいお話でもいいし、もちろん桃子に対してでもいいし、もちろん私がこれから勇気って呼ぶぞっていうお話をね、でにちなんで私のお話をしてもらってもいいし、何でも楽しくやってほしいなという意を込めてこちらにさせていただきましたです。はい、次に前回の配信メンバーランゼさんから宿題をやります。ヨダちゃんへ夏の思い出教えて、はーいそうですね、夏の思い出、でもやっぱツアーですかね、久しぶりにツアーに、全国ツアーできたことはすごいいい夏の思い出ですね。あと、あ、そう、ザブンザザブンの MV 撮影も結構夏っぽくて、海にも行けたし、まあ、あの時期はちょっと肌寒くてキャッキャ言ってたんですけど、うん、そうですね、
夏の思い出いろいろありましたよね。あとオリンピックも見てました、ちょいちょいテレビつけて。うん、そんな感じですかね。結構私お家で過ごしてる時間とか室内で過ごしてる時間が多かったのであれなんですけど、でもツアー、オリンピック、 MV 撮影とかですかね。みんなはどんな夏でしたか？海でクラゲに刺された。あ、海いいな、海で泳ぎたいな。オリンピック何見てた？いろいろ見てました。なんかつけた時にやってるやつ、割となんかサッカーも見たし野球も見たし競歩とか初めて見ました。うんうん、え、スイカ割りしたんだ、いいな、スイカ食べたい。レスリングも見ました。すごい同じもの見てた人多いですね、嬉しい。はい、こんな感じです。私はランゼさんが勇気を呼びして、え、嬉しい嬉しい、ちょっとドキドキしちゃう、幸せっすってよくわからねえ、青春ってよく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 、うーん、やるしかねえ。